皆様ごきげんよう。今回は先行プレイさせていただきましたウォーハンマースペースマリーン2について、本作品の概要や基本システムについての紹介をしたいと思います。ウォーハンマーって何ぞやって方から、ゲーム内容についてもう少し事前に知っておきたい方までのご参考になれば幸いです。項目としては全体の概要、基本システム、成長要素、アーマーカスタムの4本立てとなります。プレイレビューで説明した内容も一部重複しますが、改めての整理ということで、なお各情報はプレイレビュー版での内容ということにご留意ください。製品版では調整が入っているかもしれませんし、仕様が変わっている場合もあります。また本動画で使用しているゲームプログラムは GSE 社様より無償提供いただいております。動画内の各意見は当チャンネルのもので、個人的な発言と捉えてください。ではお約束も言えましたし、早速本題に入りましょうか。ウォーハンマー 40K スペースマリーン2はウォーハンマー 40K を題材としたアクション TPS です。ウォーハンマー 40K は今から4万年後の暗黒の遠未来を舞台とした作品で、原作はミニチュアコマを使うボードゲームです。この世界は銀河をめぐる多種族の戦争のみが残ったディストピア世界で、人類は衰退しながらも戦争を続けています。本作は人類が作った超人兵士スペースマリーンの一人となり、膨大な数で押し寄せる恒星生物ティラニットの大軍と戦っていくゲームとなります。こうした重厚な世界観が魅力の一つなのですが、原作を知らなくても本作を楽しむ妨げにはならないでしょう。本作は敵の群れを豪快になぎ払ったり、大型のボスと死闘を繰り広げたりと、爽快でやりごたえのあるアクションゲームです。その背景には物語や世界観がありますが、本作を通じて必要な部分は知れると思いますし、もっと知りたくなれば各種情報に触れてみるくらいで良いと思います。当チャンネルでも過去にこの世界の歴史設定のざっくり解説シリーズを作っていますので、ご興味あればどうぞです。ざっくり解説でもかなり長いのですが、元がガンダムやスターウォーズくらい広がりのある作品なのでご容赦を。さて本作は3つのゲームモードが搭載されています。1つ目は主人公のタイタスを操作してメインストーリーを追いながらステージをクリアしていくキャンペーンモード、2つ目は6種のクラスのマリーンを操作してミッションをクリアしていくオペレーションモード、3つ目は6対6に分かれて対戦を行うエターナルウォーモード。なおキャンペーンモードとオペレーションモードは最大3人での協力プレイができます。オペレーションモードとエターナルウォーモードについては定期的に追加ミッションや追加ステージが配信される予定です。これ1本でたっぷり遊べる内容になっていそうですね。ちなみに本作は日本語吹き替えありで、主人公のタイタスさんの声優さんは大塚明夫さんとなっています。かっこいい。細かな部分までしっかり日本語化されている様子ですので、ウォーハンマーの世界に触れる入り口に最適な気がしますね。タイトルに2とある通りに本作には前作があるのですが、ストーリー面は前作を知らなくても理解できるとのこと。前作も Steam などで販売されてますし、当チャンネルでも前作のストーリーを追うプレイ動画を投稿してるので、よければ参考にどうぞです。では基本システムに入りましょう。以下はレビュー版でプレイできたオペレーションモードを元に解説します。本作はアクション TPS で、銃器と近接武器を使って戦っていきます。武器は3つのカテゴリーがあり、メイン銃器、サブ銃器、近接武器の3つに分かれます。クラスごとに装備できる武器に違いがあるだけでなく、強力な近接武器を持つ代わりにメイン銃器が持てないクラスや、逆に重火器が持てる代わりに近接武器が持てないクラスなどもあります。加えてクラスごとに固有の能力などもあるのですが、クラスについてはまた次回にまとめてお届けする予定です。さてこうした武器を使って戦っていくのですが、プレイヤーキャラにはライフ値とアーマー値があります。赤ゲージがライフ、白ゲージがアーマーで、それぞれに回復する手段が別になります。ライフはステージ中に手に入る医療キットを使用することで回復できます。対してアーマーは一定時間ダメージを受けなければ自動回復するほか、戦闘中の行動でも回復します。まず本作では瀕死に持ち込んだ敵は無防備な状態になり、フィニッシャーができます。このフィニッシャーを決めるとアーマーが回復します。次に敵の攻撃を弾くパリーと攻撃を避ける回避の防御行動があります。敵の攻撃時に青い円が出る攻撃をパリーすると、小型の敵の場合はそのままフィニッシャーに入りアーマーが回復します。中型以上の敵をパリーした場合は銃撃で素早く追い打ちすることができ、これが大きなダメージを与えます。この銃撃は敵の攻撃をジャストで回避した時にもできますね。
中型の敵はパリー銃撃を当てると大体瀕死になるので、フィニッシャーでアーマー回復をするチャンスですね。なお前作と違ってフィニッシャー中はダメージを受けないので、囲まれた檻は時間を稼ぐことにもなりますね。ちなみにオレンジの円が出る攻撃もあり、これはパリーができないので回避する必要があります。このように敵にフィニッシャーをするとアーマーが回復するため、積極的に戦うことで攻勢を維持できます。ダメージはアーマーから先に減るので、ライフが少なくても消極的になるより攻めた方が良いシステムですね。とはいえ小型の敵の攻撃も数発受けるだけでアーマーがゼロになるくらいのダメージとバカになりません。一匹一匹は大したことないんですが、囲まれると結構辛い。自分も最初は無双系のゲームのつもりで突っ込んでボッコボコにされました。このあたり元のゲームのバランス感をしっかり本作にも落とし込んでいるなと感じます。囲まれない立ち回りと仲間との協力が大事ですね。なおライフがゼロになるとダウン状態となりますが、味方に助けてもらえば復活できます。ただし何回もダウンしていると完全なデスとなるようで、その場合は1分間のクールタイムを経てのリスポーンとなります。全滅するとその時点でミッション失敗、チェックポイントからのやり直しなどはありませんでした。クリアか失敗かを問わず、ミッションが終了するとリザルト画面に入り、経験値が付与されます。この経験値は使用していたクラスごとに付与され、一定値が貯まるとレベルアップします。レベルが上がるとパークが解放されていき、徐々に追加の能力を得ていくことになります。なおパークは解放時点ではまだ入手とはなっておらず、ミッションクリア時に手に入るコインを使ってアンロックする2段階認証になっています。そしてクラスとは別で武器にも経験値が入り、こちらは使用するほどに貯まるようです。武器も経験値が一定まで貯まると性能のアップした上位版が解放できるようになります。また武器にもパークがあり、こちらもクラスパークと同様にアンロックしていきます。武器はクラス間で共通のものもあり、その場合はどちらのクラスで使っても経験値は合算されていきますね。このような形で繰り返しプレイしながら自キャラを強化していくゲームとなっています。パーク効果はどんどん積み重なっていくようで、序盤は使い勝手の良くなかったクラスや武器も成長すると使い心地が変わっていきそうです。スナイパーライフルなどの強力な武器は弾数が少ない点がネックだったりするのですが、武器の成長で弾数が増えるとかなり使いやすくなりそうですね。武器とクラスパークのシナジーのほか、クラスパークには自分だけでなく味方にも効果が出るものもあるため、協力する味方とのシナジーも生まれますね。このほかレベルアップで基礎ステータス的なものが変化してるかはちょっとわからなかったです。多分パークでの強化だけかなとは思いますね。さて今回最後に紹介するのはアーマーカスタマイズのシステムです。これはアーマーのスキンをカスタマイズできるシステムで、性能面は変化しない模様です。カスタマイズできるのは主に装飾とカラーですね。今のところアーマーの形状を大きく変えるとか、古いバージョンのアーマーにすることはできませんでした。カスタマイズ箇所は頭、両肩、両腕、両足、胸当て、バックパック、ポーチなどのウォーギアの10箇所。各所のパーツはプレイを通じてアンロックしていく形ですね。基本的には元の世界観に沿った装飾なので奇抜なものはあまりないです。あとこれらのパーツもクラスごとに専用となっており、別クラスには転用できません。続いてカラーですが、これは40色ほどある中から選んでアーマーに反映できます。ベースはメインカラーとサブカラーの2色を選ぶ形ですが、カスタム可能な各パーツごとにカラー設定もできます。なのでその気になれば10箇所全部別カラーなんてこともできますね。最初から使えるカラーは一部のみですが、パークのアンロックと同じコインで好きな色をアンロックできます。面白いのがカラー名ですね。最初からある基本色はレッドやイエローと普通の名前なのですが、アンロックしていく色はアバドンブラックだったり、キャリバーングリーンだったり、シタデルカラーの名前がついています。これを参考にすればゲーム内で作った自分オリジナルのマリーンをミニチュアで再現しやすいかもですね。あと型には紋章も入れられて、これもコインでアンロックする仕組み。原作を知ってる人にはいろんな戦団の紋章があって嬉しいところ。知らない人でも好きなマークとか探してみると良いでしょう。あと紋章にもカラー設定ができます。カラーと紋章については一度アンロックすればどのクラスでも使えますね。これらのパーツを使って自分オリジナルのマリーンを作ることができます。原作にある戦団を再現するもよし、思うままに好きな姿にするもよしですね。元のミニチュアを知ってる人ならクラスやパーツによっては、お、あのミニチュアだ、
とピンとくるものもあるでしょうね。逆にゲームから入って自分のマリーンをミニチュアで手元に置いてみるのも楽しいと思います。以上、スペースマリーン2のシステム面の紹介でした。実際のゲームプレイがどんな感じかは前回のプレイレビューをご覧ください。細かな部分の説明が多くなりましたが、気になる情報をご提供できていれば幸いです。次回は6種類のクラスの特徴や能力を紹介予定です。よければお付き合いくださいませ。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録もしていってもらえると嬉しいわ。それじゃあまた別の動画で会いましょうね。